を本拠とする自転車競技ローードレースおよびトラックレーーススチームスポンサー種のコフィディスはフランスの消費者金融会社。チーム創設以来一貫してコフィディスがメインスポンサーを務めている。このことから同一企業がメインスポンサーを務めるチームとしては現在の UCI ワールドチームよびプロチームの中で最長の歴史を持つ スポンサーの変遷を考慮しなければモビスターチームが最長。また、現、ロットソーダルのロットは1985年のチーム創設時から一貫してタイトルスポンサーだが2005から2011年はセカンドスポンサーだった。1996年、ロードレース界の名称シリルギマールがチームマネージャーとなり結成。 1997年に活動を開始し、トニー・ロミンゲル、マウリツヨ・フォンドリエスト、ランス・ワームストロング、ボビー・ジュリック、デビッド・ミラー、クリストフ・フリネロ、フィリップ・ゴーモンらが加入。また、2012年に引退するまで一貫して、当チームに在籍したダビ・モンクティエがプロ初年度を迎えた年でもあった。1998年、フランチェスコ・カーザ・グランデが加入。 1999年、フランク・バンデンブルック、グジェゴジュ・グビアズドブスキー、ニコ・マッタンが加入。2001年、アンドレイ・キビレフ、ギド・トレンティンが加入。2002年、セドリック・バスールが加入。2004年、イゴル・アスタルロア、スチュアート・オグレディ、ジミー・カスペール、ダミアン・ガモニエが加入。ところが、同年、6月12日に、警察当局が、一斉摘発に入った。 コフィディス事件と称されるチームぐるみのドーピング事件が発覚。エポやテストステロンなどの禁止薬物要請が確認されたとして、マッシュミリアーノ・レッリ、デビッド・ミラー、フィリップ・ゴーモン、ロベール・サソンヌ、メデリック・クレン、マレクル・トキエビチュ、ダニエル・マレブスキの以上7名の所属並びにもと、所属選手及びチームディレクター、マッサージャー、薬剤師の 計10名が後日裁判を受けることになった。2005年、現在ゼネラルマネージャーを務めるエリック・ボワイエが、チームマネージャーに就任。シルバン・シャバネル、レオナルド・ベルタニョリが加入。また同年より開始された、UCI プロツアー対象全レースに参加が可能な UCI プロチームの承認を受けた。2006年、リック・フェルブリュヘ、レオナルド・ドゥケが加入。2007年、 クリスティアーノ・モレーニに、同年のツール・ド・フランスで、テストステロン陽性が出たことから、帰京を命じられる。2008年、サミュエル・デュームラン、レイン・ターラミアへが加入。2010年、プロフェッショナル・コンチネンタルチームのライセンスに降格。2020年、ワールドツアーライセンスが再交付され、中級番画目の、ワールドチームとして復帰。 1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2017年、2018年、2018年 2019, 2019、2020。ありがとうございます。